この本はですね、実は私が YouTuber になろうと決意した原因の一つ、宿題ゼロ、中間期末の定期テストなし、クラス担任の制度をなくした。皆さんも中学校時代クラスの担任って言いましたよね。あの担任がいないってどういうこと？社会っていうのは理不尽なことをこなすことなんだ。そういう間違ったメッセージを子供に与えてしまう。せっかく生徒同士が対立した、それを乗り越えるチャンスを奪っている。今年の担任の先生当たりだね。今年外れだわ。今学校っていうのは問題が起こると全て担任の責任になるそうなんです。生徒たちが自分で解決する組織じゃなくなってしまう。何でも人のせいにする人材ばかりを作っている。もうビジネスマンのように中学生がですね、自分の手帳を持って自分で自分の学習のスケジュールを立てる。この目的思考のリーダーには誰もかなわないんですよね。かつ代替案があったら人って否定できないものなんですね。もうめちゃくちゃ面白いです。非常にかっこいい一人の組織変革を成し遂げたリーダーのお話なんですね。さあ、それではチームリーダー役行ってみましょう。今日のテーマは、麹町中学校校長工藤雄一さんが書いた学校の当たり前をやめた、この書評をお届けしたいと思います。この本はですね、実は私が YouTuber になろうと決意したその原因の一つの本なんですね。と言いましても、この本はですね、 YouTube のことは何も書かれてません。工藤雄一さんはですね、公立中学校の校長なんですよね。でも私はこの本を読んで、教育というもののあり方、それを一から考えるきっかけになったんですね。教育とはどうあるべきなのか、人材育成とは本質的にどういうものなのか。公立中学校において宿題ゼロ、中間期末の定期テストなし、そしてクラス担任の制度をなくしたというですね、これだけ聞くと突拍子もないことにも聞こえるかもしれませんが、非常に本質的な教育に根付いた奥深い考えがその背景にあるんですね。今日はこの工藤校長の考え方はどういうものなのか、どんなことを成したのか、こちらを分かりやすく解説していきたいと思います。それでは行ってみましょう。まずこの本のすごいところを3点お伝えしたいと思います。一つ目は、学校の常識を覆した組織変革のケーススタディであるということ。学校という組織はですね、常識の塊だと思うんですよね。戦後ずっと続いてきた慣習があって、いろんな団体があって、みんな教育者ですから、いろんな哲学があって考え方があります。その中で変革を成し遂げるってのはすごいことだと思うんですね。それを成し遂げたんです。やはりですね、どんな業種でもどんな職業でも組織を変える人ってかっこいいなと。非常にかっこいい一人の組織変革を成し遂げたリーダーのお話なんですね。二つ目はですね、この本を読むと組織の当たり前、これに気づかせてくれる。組織の中で当たり前になってしまった、常識になってしまったことが本当にそれでいいんだろうか、そんなことを考えるきっかけをくれるんですよね。しかも学校教育っていうのは日本人全員が経験してるものですよね。学校のあれを変えたの、あれをなくしたの、あれをあんな形でやってるの、そんな風にですね、非常に共感を得られる、そういう材料がたくさん揃ってるんですね。そして人材育成の本質を教えてくれる、そういう本だと思うんですね。宿題なしとか担任なくすとか定期テストなくすとか、そんな突拍子もないことやって本当にうまくいってるんですか、実際に成績が伸びてるらしいんですよ。それどころか生徒が楽しそうなんですよね。生き生きしてて、もう学校が大好き、ただ遊びとして楽しいんじゃなくて勉強が楽しいって言ってるんですよね。生徒が自立をして主体的で人間的にも成長している、これはすごいということで、まずメディアが注目したんですよね。カンブリア宮殿とかおはよう日本とか、書籍もたくさん出てます。私自身もですね、カンブリア宮殿で見て感銘を受けて、早速本を購入して読んでるんですけども、もうめちゃくちゃ面白いです。で、実際に中学校としても入学希望者が殺到してるそうで、公立中学校なのでわざわざその近くに引っ越してくる、学内に引っ越してくる説明会をしたら本当に多くの人が集まってきて、まだ子供が幼稚園だけど今のうちに聞いておきたい、中学校まであと何年間もあるけども今のうちに検討の視野に入れておきたい、そんな親が殺到するような中学校になってるんですね。で、今やビジネスマンも注目するそういう学校なんですよね。で、この方はですね、本何冊も出してるんですけど、私はですね、この一冊目のこの本が一番おすすめなんです。麹町中学校の内容かなり網羅的に書かれてますし、工藤先生のキャリアとか思いとか背景、これもかなり描かれてましてですね、なんでこういう制度をやったのか、どうしてそれができたのか、そういったことが考えられる非常にいい本だと思います。まず最初にですね、麹町中学校やったすごいことっていうのをざっくり解説したいと思います。主に4つあると思うんですね。1つは麹町中学校で廃止したもの、2つ目は始めたもの、3つ目は工藤雄一校長の考え方、背景、そしてそのキャリア、4つ目は公立中学校の新しい
しいモデル、これを4つにまとめてみたんですけども、まず廃止したものはですね、主に4つ。クラス担任制をなくしました。皆さんも中学校時代クラスの担任って言いましたよね。あの担任がいないってどういうことって思いませんか。定期テスト廃止しました。中間とか期末、あのテストをやめたんです。そして宿題はゼロ。学校側が生徒に与える宿題っていうのはゼロです。そして意味のないルール、校則とか規則、叱るもの叱らないものとか、そういった意味のないものってのは全て廃止してった。一方で始めたものも4つ。全員担任制。実はクラス担任制を廃止した代わりに全員担任制っていうのを取ってます。そして単元テスト。定期テストがない代わりに単元テストっていうのを用意しています。3つ目はスケジュール管理。そしてノート技術。宿題をなくす代わりに生徒が自分でスケジュールを管理する。そしてノートの取り方を工夫することによって考える学習、これを身につけさせる。そして学校行事、いろいろありますよね。運動会とか写生大会とか、そういったイベントごと、それを全て目的思考で塗り直すんですね。なぜこれらを廃止して、なぜ新しい形を作ったのか、ここには工藤雄一校長の考え方が根底にあるんですよね。そしてそれだけじゃないんですね。公立中学校とはどうあるべきなのか、学校の新しいモデルっていうのを模索していってます。例えばプールとか図書館を開放するんですね。公立中塾というですね、生徒たちが学べる塾を作ってですね、自分で学習できるようにしたりとか、工事中アフタースクールということで社会人学校としていろんな人が学べるようにする。その運営もですね、大学の研究室、ここと提携を結んで大学生が工事中の塾を運営をして、その集客からプログラムから全部考えるというような、そういう連携を取ったりとかですね、外部のプロが来て茶道を学ぶとか農業をやるとか、いろんなコラボレーションをしてます。そして大手企業とコラボレーションして、生徒がその会社の役員だったらみたいな観点で実際にマーケティングをしたりだとか、中学校の生徒がいろんな人たちと社会人とコラボレーションするような場をどんどん作っていってるんですよね。そしてですね、中学校の授業の新しい形、こんなのもいろいろ考えてまして、で今日は廃止したものと始めたもの、これがなぜこうなったのか、そして工藤校長の考え方はどういうものなのか、ここを中心にお伝えをしたいと思います。まず廃止したもの、宿題をゼロにした理由なんですけども、ここには深い理由があります。3つ理由を挙げようと思うんですけども、まず1つ目は、宿題がただこなすだけになっていないだろうか。宿題っていうのは本来できない問題をできるようにすること、このプロセスにしか意味がないんだと。学習ってのはそういうものだってことですね。ですけども、学校から宿題を出すとできる子にも同じ問題を課す、これには意味がないんじゃないか。確かにそうですよね。宿題っていうのは学力を上げる、身につけるためなのに、ただこなす、そうなってしまってる現状を言ってるんですよね。で、二つ目の理由がですね、このことが生徒自身の最大の関心である受験、これにも悪影響だと。勉強できる子はですね、この宿題やらなくてもできるわけじゃないですか。わざわざ学校側が強制的にやらせなくても勉強したい、そういう主体的な子、意欲的な子の自主性を奪ってしまう、そういう背景があるというんですね。さらには宿題を課すことによって、社会っていうのは理不尽なことをこなすことなんだ、それが社会なんだ、そういう間違ったメッセージを子供に与えてしまう。どうですか、すごく説得力ありますよね。これはビジネスの世界で社会人でも当てはまることだと思うんですよ。ただこなすだけになってることってないだろうか。特に新人が入ってきてですね、これ資料作っといて、コピーしといて、あ、社会人っていうのはただ作業をこなすことが仕事なんだ、そんな風に思わせてしまうことはないでしょうか。当たり前にやってること、新人はこれをやるのが当たり前なんだよ、それ当たり前になってるからこそ目的を見失ってる、ただこなすだけになってる、そういうこなすだけの仕事ってビジネスの中でもめちゃくちゃありますよね。この一個一個に何のためにやるのか、意味は何なのか、こういう問いかけをしてみると見直すべきポイントってたくさんあるんですよね。さあ、中間テスト、期末テスト、この定期テストをなくした理由、これも3点でご紹介します。まず、成績をある時点で確定させることに意味はない。そもそもなんで中間テスト、期末テストをやってるのか、その背景、歴史をたどっていますと、先生が成績をつけるためなんですよね。通信簿を書くためには生徒を評価しなきゃいけない。だったらみんなにテストをさせて、あなたは何点、あなたは何点、先生が生徒を評価するためにこの期末テストがあると。でも本来ですね、教師っていうのは日頃の勉強態度とか、その日頃の成績でも評価できるような、そういう技術を磨くべきなんじゃないか。決まった時期に用意どんで評価することにどれだけ意味があるのか。そして二つ目はですね、学習時期が重なってしまうってことなんですよね。中学校のテストだと国語とか数学とか理科とか社会とかいろいろありますよね。これが一度に重なってしまう、勉強の負担も重くなってしまいますよね。さらには一夜漬けの悪癖がつくと、学習の定着率っていうのは繰り返し繰り返しですね、インターバルトレーニングといってですね、ある一定の期間を置いて繰り返すことによって定着率って上がるので、コツコツ勉強する人の方が知識の定着率って上がるんですよね。でも一夜漬けで終わったら一回身につけたものが消え去ってしまう、それによって
瞬間最大風速の学力しか身につかない。大人になった時に役に立たない知識、テクニック的にですね、点数を取る技術だけ高い生徒が育ってしまう。さあ、こう考えてみると、目的思考で考えたら、最適な仕組みってどうなんだろうか。工藤先生はですね、現状の仕組みを否定するんじゃないんですよね。なんでそうだったのかっていう背景まで踏み込んでいくんですよ。そもそも期末テストってなんでこの時期にやるんだろう。あ、そうか。先生が生徒を評価するためかと。だとすると、生徒の学力から考えたら、もっといいやり方があるんじゃないか。こんな風にですね、掘り下げて発想していくんですよね。これって、会社の評価制度もそうじゃないですか。会社側があなたの給与いくらですよ。本当は社員がもっと成長する。もっと育つ。そのことの方が重要じゃないですか。社員がもっと成長して、もっと稼げるようになって、もっと価値を生み出せるようになって。そうすると収益性が上がるので、そのための評価のはずなのに、評価することが先に来てしまって、半年に一回評価を実施する。それが平等だとか不公平だとかそういったことが議論になってですね、かえってモチベーションを下げてしまう。会社の評価の仕組みってこの順番が逆になっていることって多いですよね。で、学校もまさにそうだったということですよね。評価を先に来るんじゃなくて生徒の成長を先に置いた、この発想なわけですね。そしてクラス担任制、これ廃止するってすごくないですか。もう当たり前を通り越して疑ったことすらない。学校に担任の先生っていますよね。これをなくしたってどういう発想だろう。これも3点挙げたいと思います。1つ目は、学級の良し悪しが担任に紐付けされてしまう。今学校っていうのは問題が起こると全て担任の責任になるそうなんですよ。荒れた生徒が出てきた、担任は何やってるんだ、タバコ吸った、担任は何してるんだ、喧嘩起きました、担任は何してるんだ、問題が起きたら全て担任の責任。そして先生の当たりとか外れっては議論されるわけですね。今年の担任の先生当たりだね、今年外れだわ、そういうことを議論される。そのことによって生徒から好かれる先生が良しとされると。すごく丁寧に指導されて面倒見が良くて問題があったら解決してくれる人、どうですか。この2つの理由見たら、あ、これって悪いことかなと。やっぱ担任がいるから問題解決してくれるし、いい担任が増える、それっていいことじゃないですか。やっぱり責任感を持ってクラスを見た方がいいんじゃないですかと思いませんか。そして3つ目の理由が、クラス対抗意識が生まれるということなんですよ。これもどうですか。クラス対抗意識って悪いことですかね。クラスが競い合うことでレベルアップってしそうじゃないですか。クラス担任性があると、あの先生はいい先生だ、あの先生は良くない先生だっていう風に当たり外れが議論されるので、先生側はですね、俺はいい先生になろうっていうことで、あのクラスには勝とうとか、あのクラスには負けないぞっていう対抗意識が生まれる。これは何がいけないんでしょうか。さあ、このケースはですね、チーム対抗意識の是非についてなんですよ。皆さんでもですね、営業の成績って競い合ったりしますよね。 A さん B さん C さんトップセールスは誰だみたいにですね、表彰したりとかするじゃないですか。チーム分けをして競ったりするじゃないですか。でもその時に対抗意識があるから協力し合わなくなってる現状ってないですか。セールスマンが並んでですね、 A さん B さん C さん、 A さんと B さんが手を組んだらもっとすごいことができるのに、自分の成績ばかり追いかけてしまう。そんなことはありませんでしょうか。もっと全体が良くなる思考っていうのは重要じゃないか。さらには先生が解決してくれる組織ってどうだろうか。こんなことも問いかけてくるんですね。生徒たちが自分で解決する組織じゃなくなってしまう。こんな風にですね、工藤校長は組織の当たり前について鋭い疑問をぶつけてくるんですよ。これって本当に意味あるんですか。それって本当にいいことなんですか。それで工藤先生が提示した答えがこれなんです。まず全員担任制ということで、4つのクラスを6人で見る、こういうチーム制を取ったんですね。チーム医療の考え方を取り入れたってことなんですけども、それぞれの専門性をこの6人が発揮し合う。例えば学級活動とか道徳とか、そのテーマに一番ふさわしい人が2人1組になったり、もしくは1人でですね、各クラスを回る。で、三者面談は親と生徒が指名する形らしいんですよ。今のテーマはあの人が詳しいからあの人に聞こう。そんな風に生徒とか親が相談したいことを相談したい人に相談するようになると。これってすごい主体的な動きですよね。学校からあなたの担当この人です、この人にしか相談してはいけませんじゃなくて、生徒は6人から自分で選べると。で、この6人の先生はですね、学級の改善じゃないんですよ。学年の改善をするんです。学年ごとに集まって、この6人がですね、週に1回ミーティングをするんですよね。今、どこどこのクラスの誰々がこんなことを悩んでる。これはどうしたらいいだろうか。そんなことを6人が知恵を出し合って、それぞれの専門性を発揮して、悩みを解決していく。問題をなくしていく。こういうチーム医療の考え方
方なんですよね。4人のクラスが4人の先生で、それぞれ対抗意識をぶつけるんじゃなくて、6人の先生が4つのクラスに対して、どうしてったらいいだろうか、その問題を解決していく。クラス同士の対抗に意味はないということですね。実際、カンブリア宮殿のテレビ番組でも、生徒が悩んだら、この問題はこの先生に相談しよう、この問題はこうしようっていうふうに、問題ごとにですね、相談する人を変えてるんですよね。だから生徒側も、1年間、うわー、この担任だと、もうこの1年終わったわ、みたいなことがないんですね。二つ目の変革、単元テストなんですけども、テストの時期をずらすことによって、生徒の学習の負担を分散するというですね、言われてみれば、その方がいいなということですよね。期末テストに集中したんじゃなくて、何月何日は国語のテスト、何月何日は数学のテストっていうふうにですね、時期をずらしてるんですよ。それも先生同士が連携をとって、部活動をやってる生徒もいる、受験をする生徒もいる、その時期をずらすことによって、学習のスケジュールが組めるようにする。これを学年全体でスケジューリングする。期末という時期じゃなくて、テーマごと、単元ごとにテストをしていく。しかもこのテストの素晴らしいのが、再テストを希望者だけ受けられるんですよ。今回のテストうまくいかなかったなと思ったら、もう一回受けるんですね。で、点数のいい方が成績に反映されるっていうスタイルなんですよ。しかも驚いたことに、テストの点数を生徒がオープンにしてるんですよ。うわ、今回60点だった、やばいなとか、すごくオープンで、普通の中学生ってテストの結果隠しませんか？点数良かったら自慢してるって見られるし、悪かったらあいつバカなのって言われちゃう。でもこの高知中学校では、比較に重きを置いてないんですよね。クラス対抗もなければ、生徒対抗もないんですよ。誰かと比較して、頭がいい悪いじゃなくて、それを学びたいか学びたくないか、伸ばしたいか伸ばしたくないか、自分自身が成長できたかどうかに重きを置いてるので、その考えが浸透してるから、点数見せても恥ずかしいとかそういう発想がないんですよね。ここまで浸透していることに非常に驚きました。そして宿題をなくす代わりに、スケジュール管理を自分の手帳でさせるんですよ。もうビジネスマンのように中学生がですね、自分の手帳を持って、スケジュールを書くんですね。帰宅してから、食事の時間とお風呂の時間をまず入れるんですよ。で、就寝時間があって、そうするとフリーな時間が明らかになりますよね。このフリーな時間を何に使うかを自分で選ばせるんですね。例えばゲームをしてもいい、漫画を読んでもいい、本を読んでもいいし、勉強してもいい。単元テストがあって、その再テストもあるから、その勉強しようとか、自分で自分の学習のスケジュールを立てるんですよ。学習だけじゃなくて、自分のフリーの時間はどれだけあって、それを何に使うか、自分の時間をですね、時間に追われるんじゃなく、自分で使いこなしていく、タイムマネジメントの発想をこの中学生たちに徹底して落とし込んでるんですね。合宿とかでですね、その高島中の考え方とか、そのスケジューリングだとか、ノートの使い方っていうのを徹底的に落とし込んでいきます。ちなみにノートに関しては、この工藤校長がですね、頭がいい人はなぜ方眼ノートを使うのかっていう本があって、これに感銘を受けてこれだとなってですね、このノートの取り方を中学生に落とし込んでるらしいんですよ。具体的には見開き1ページで右上にですね、この単元の狙いとか結論を書く、その下には板書を書いてですね、左側の下側にですね、気づきとか疑問とか、その横にまとめとか行動目標、そして左側の一番上に要約を入れるっていうですね、こういう板書の取り方をこの本でお勧めしてるらしいんですけども、これを中学生に徹底させてるんですね。で、中学生たちがこのノートを取るようになってから、物事が整理できるようになった、そんな風に言ってるんですよね。どうですか、自分でスケジューリングして、自分でノートの取り方をやって、しかも要約してアクションを明確にして、ただ板書を写すだけじゃないんですよ。自分の頭で考えてまとめるんですよね。しかもこのノートを集めて採点するみたいなことをしないんですよ。それをしてしまうと正解の使い方、そればっかり追いかけちゃう。でも正解は自分の中にしかない、自分で使い方を磨いていく、こういうスタイルを取ってるんですよね。さあ、なぜこんな変革ができたのか、工藤校長の考え方を3点でまとめました。1つ目は主体性、2つ目は対立と自立、3つ目は目的思考。この3つがキーワードじゃないかと思うんですけども、まず主体性について、これは江戸時代の寺子屋を参考にしてるっておっしゃってるんですよ。江戸時代の寺子屋って皆さんご存知ですか？江戸時代はですね、いろんな私塾があって、かなり実用型のテーマなんですよね。読み書きそろばん、文章が読める、書ける、そしてそろばんができるということで、商売をしようと思ったら必要最低限なもの、かなり実用的なものを扱ってましたと。で、そのスタイルが自学と学び合いスタイルだったらしいんですよ。一斉授業みたいなのしないで、学びに来たらですね、問題があってそれを解こうとする。でも解けないから友達に聞くんですよね。これどうやってやるの？あ、これこうやってやるんだよ。自分で学ぶ、そして教え合う、自学と学び合いスタイル。このスタイルが工藤校長が言うには社会人出た後の大人のスタイルと一緒だと。社会人になったら一斉授業って基本受けないですよね。なんか学びたいなと思ったら本屋に行ってですね、自分で学ぶ、もしくは教え合う、基本的には自学をする、学び合う。社会に出たら寺子屋スタイルなのに、
戦後の日本の教育はどうかっていうとですね、一斉授業で一方的に発信をする、そして受け身で受信するというこのスタイルですよね。工藤先生はこの学校の教育のあり方を現代教育から寺子屋スタイルに変えたい、この思いがあるんですよ。これはですね、私が非常に感銘を受けた部分で、私自身もですね、コンサルティングという形で企業向けの研修をするんですけども、この研修っていうのがともすると現代教育風の寺子屋じゃないスタイルになっている、一斉授業でですね、研修に集まってきた人たちに学びを提供する、研修の講師が上手いか下手か、この辺が問題になってしまうんですけども、やはり自学と学び合いのスタイル、寺子屋スタイルで研修ができたらどんなにいいだろうか。受け身じゃない、主体的で自学型、学び合い型、この方が教育スタイルとしては圧倒的にいいなと、そんな風に感じました。二つ目の対立と自立ということなんですけども、例えば生徒が喧嘩したとするじゃないですか、口論になったりとか意見がぶつかったりとか、そんな時に工藤先生は主体的に仲直りをするプロセスを体験する機会なんだと。なぜなら実社会でですね、対立って起こりますよね。皆さんもビジネスしてて、こっちの売り方がいいんじゃないか、いやこっちでしょうって対立って必ず起きますよね。そういう対立が起こった時に、現代の教育っていうのは仲直りがゴールになってるので、先生とか親が介入しちゃうんですよね。先生が解消してあげちゃう、ここはこっちが正しいよ、こっちが悪いよ、答えを上げて仲直りをさせてしまう。それによってせっかく生徒同士が対立した、それを乗り越えるチャンスを奪っている。そうすると実社会に出た時に、対立したらもう関係が壊れる、意見が違うんだったら付き合わない、そんな風に対立を避ける大人になってしまう。でもビジネス社会では対立を乗り越えられる人が必要ですよね。対立には起こるもの、それをどう乗り越えるか、ここが大事なのに、その乗り越える経験をみすみす奪ってしまっている。だから対立、これを恐れないこと、そして自立して自分で考えて主体的に乗り越えること、これを重視してるんですよね。だから担任性をなくすし、だから先生が介入しすぎない、生徒が自分で選ぶ、これを大事にしてるんですよね。で、3つ目の目的思考なんですが、ルールの意味って何だろうか。学校にはですね、いろんな NG があったらしいんですね。例えば置き弁っていうのがあって、教科書って重いじゃないですか。重い教科書を毎日持って帰るのってしんどいので、学校に教科書を置いて帰るのを置き弁っていうらしいんですけども、これをすると家で勉強しないっていうことで置き弁禁止っていうですね、そういうルールがあるらしくて、結構先生がですね、この置き弁をしていないかっていうのをチェックして回るみたいな、そういうルールがあったらしいんですよ。これって意味ありますかってことなんですね。保護者は自転車で来てはいけないみたいなルールがあったりとかして、ちゃんと自転車置き場もあるしスペースもあるんで、これって意味ありますかって、セーターをですね一番上に着てはいけないっていう、なんかそんなルールがあったりとかして、セーターの上に何かを着ないといけない、これってなんか意味あるんですかね。プールが終わった後にタオルを頭に巻いてはいけないっていうルールがあったんで、みんなプールだとビシャビシャで授業を受けるとか、こういう意味のわからないルールがあったと。組織の中でやっぱり会議とか朝礼とか挨拶とかいろんなルールがあるじゃないですか。その意味を見直してみたら、本当にこれでいいのかな、出勤時間とか帰宅時間とか労働時間とか、この仕事はアルバイトがやっちゃダメとか、この仕事は課長の仕事、平社員はやっちゃダメとか、いろんなルールありますよね。それって意味ありますか。この目的思考で考えたらおかしなことっていっぱいあるんですよね。ということでですね、麹町中学校のやったすごいことということで、この廃止したもの、始めたもの、考え方の背景をお伝えしました。まだまだ紹介できてないものはたくさんあるんですけども、工藤校長がなぜこの変革を実現できたのか、この要因をですね、チーム D 大学独自でちょっと分析をした結果、この3点があるんじゃないかなと思っております。一つ目はですね、徹底した目的思考。組織にはルールがありますよね。過去の歴史もあります。でこのルールに縛られてる人っていうのは目的を見失ってるんですよね。工藤先生っていうのはあくまで目的思考なんですよ。誰かを攻撃したりとか誰かを攻めたりっていう、そういう意図が全くないんですね。目的に向かってまっすぐなんですよ。この目的思考のリーダーには誰もかなわないんですよね。これはハッとさせられる点なんですね。この本を読んでいくと、工藤校長がいろんなルールを直していく。これはですね、校長になったからやれてるわけじゃないんですよ。校長になる遥か前から一教師の段階からどんどん常識を変えてってる人なんですよ。だから校長になれたのかもしれません。校長という立場や権限を利用して変えてるんじゃなくて、目的思考で変えてってる。これなぜなのかって考えてみると、やっぱり教育に関わる人たちって本来の目的を見失ってるだけで、完全なくしてるわけじゃないと思うんですね。生徒に育ってほしいとか、いい人生を送ってほしい、そういう共通の目的っていうのは持ってるはずなんですよ。ところが見失ってる。ずっとやってきたから、これはしきたりだから、
習慣だから、そういう人たちに目的思考をバンバン持った人は誰も叶わないんですよね。これはですね、リーダーとしての非常にあるべき姿なんじゃないかなと。権力で圧倒するんでもなく、プレゼンで圧倒するんでもなく、目的に対してピュアである、目的に対してまっすぐである、このことによって人を動かしていく、これが工藤校長のすごいところだと思うんですね。二つ目はですね、批判ではなく代替案を示すということ。実際工藤校長はですね、批判めいたこと一切言わないんですよ。これはダメだ、あれはダメだっていうことじゃなくて、こうしたらもっといいんじゃないか、代替案を示してるんですよね。クラスの担任制ダメだ、そんなこと言っても誰も聞かないですよね。でも全員担任制だとなったら、え、何それ、宿題なくすぞ。そうじゃなくて、スケジュール管理を徹底するんだ、自分で自分の勉強をスケジューリングするんだ、代替案を示すんですよね。その代替案もですね、どっかから持ってきた突拍子もない意見じゃなくて、過去の歴史も振り返るわけですよ。学校教育がなぜこうなったのか、テストが何のためにあるのか、どうしてこういう評価になったのか、過去のルールの背景まで踏み込んで、だったらこれならウィンウィンでやれるよね、そうなった理由も飲み込んでさらにいい状態になるよね、そういう具体的な提案なので、反対する理由ってなくなってきますよね。目的思考を持ってかつ代替案があったら、人って否定できないものなんですね。素晴らしいリーダーシップだと思います。そして3つ目は、工藤校長の信念にあたる部分。工藤校長が生徒に一番伝えたいメッセージというのが、世の中ってまんざらでもない、大人って結構素敵だと、このメッセージを伝えたいという思いがとても強いんですよね。中学生ぐらいの時って、大人に対して魅力を感じない、世の中ってつまらない、どうせ俺たちはいい人生を送れない、そんな風に思ってる子供たちがたくさんいるっていうんですよね。で、工藤先生自身もですね、校長先生になる前、山形県の中学校で教育困難校という言い方をするらしいんですけど、もうタバコの吸い殻だらけ、ガムが至る所にひっついて、私服できたり金髪できたり、校内を土足で歩いたり、他の生徒を恐喝したりとか、盗みを働いたり、教師に対して暴力を振るうような、そんな学校だったらしいんですよ。そこで工藤先生は1年生の制度指導をやらせてくださいと、自ら志願して、まず掃除からしよう、全面的に関わっててですね、3年間で立て直す、そんな経歴もですね、この本には出てくるんですよね。そういう意味では皆さんもですね、ビジネスをしながら、例えば新入社員が入ってきますよね。その新入社員に対して、世の中ってまんざらでもないよ、会社ってまんざらでもないよ、ビジネスマンって結構かっこいいんだ、素敵なんだ、そんなメッセージを伝えられていますでしょうか。学校っていうですね、常識とかルール、そういうものが非常に多い世界の中で、それを変革してこれた理由、そこにはリーダーとして学ぶべきものがたくさん詰まってるなと私は感じるんですね。さあ、推奨ワークということで、今回の学びをどう生かすか、3点お伝えしたいと思います。1つ目は、当たり前を見直そうと。組織の中で当たり前になってる会議とか研修とかルールとか習慣、これって本当にこれがベストなんだろうか。私もこの本を読んで、集合研修って意味があるんだろうか。もっと寺子屋スタイルで参加者が学びたい、自学と学び合いでやれる、そういうものはできないか、そう思った時にですね、例えばオンラインサロンとかでやってるものって結構この寺子屋スタイルに近いんじゃないか。稼ぎたい人が稼ぎ方を学ぶとか、本を出したい人がその出版方法を学ぶとか、そういう意味では私が YouTube を始めたのは実はこれが理由なんですね。企業の経営層から発注を受けてコンサルテーションをするというですね、従来型のコンサルティング、そうするとその研修の参加姿勢って会社の風土によってかなり違うんですね。会社によっては寺子屋スタイルのようになる研修もあるんですよ。そういう会社で研修するとですね、わあ、外部の研修で学べる、私学びたい、成長したい、そういう研修会ってやっぱり効果が出やすいんですよね。ですけども、受講生が受け身でですね、言われたから来ました、本当は現場優先なんです、なんでこんな出なきゃいけないんですか、そういう姿勢で来るんですよね。で、講師側は頑張ってですね、一生懸命ディスカッション入れたり、いろんな工夫をして主体性を引き出そうとするんですけども、すごくもったいないと思うんですよね。もっと学びたい人が学ぶ、そういう環境を作っていくべきなんじゃないか、そんなことがあって、この YouTube っていう世界って完全に自学と学び合いの世界ですよね。学びたい人以外この動画って見ないですよね。皆さんがこの動画を見ていただいているのも、皆さん自身が学びたい、成長したい、何か発見をしたい、そういう主体的な動きがあるからこの動画を見ているわけじゃないですか。そういう求める人に提供する、その方が新しい価値が埋めるんじゃないか、そう思ってですね、コンサルティングの仕事は大好きなんですけども、もう一つの事業としてこの YouTube というのを始めようと、そんな風に決意しました。二つ目はですね、当たり前を見直すだけじゃなくて、代替案をですね、人に話してみようと。例えばですね、クラス担任を全員担任制にするみたいなのはかなり大胆な発想じゃないですか。飲食店で言ったら店長をなくすようなもんだと思うんですよ。お店に店長っていますよね。 A 店 B 店 C 店 D 店とあって、それぞれ店長がいて、そこにエリアマネージャーがいたりするじゃないですか。その店長制を廃止して、全員店長制みたいな、6人で4店舗見るみたいなですね、そんな組織ってありえるんだろうか。店長とか社員が主体じゃなくて、アルバイト主体のお店作りってありえるんだろうか。こんなこと考
考えたら飲食店の組織作りも面白そうじゃないですか。そんな風に新しい組織作りっていうのが形作ることができるんじゃないか。そんな風にですね、今の組織の当たり前を疑ってみて、大胆案を考えてみて、それってどう思いますか、どうしたらできますかね。そんな風に仲間をぜひ増やしていただきたいと思います。その上で目的思考で業界の新しい組織モデル、この構築にぜひ踏み出していただきたいと思います。やはり時代が変化してますので、今皆さんの組織のデザインが最高のものなのか、その業界の中で新しいモデルを構築することで目覚ましい価値を上げるかもしれない、当たり前を見直して大胆を出してディスカッションしていったら新しいモデルができた、業界の新しい形ができた、そんな事例が増えるきっかけになるような本だと思うんですね。この本はですね、本当に最初から最後までかなり中身が濃いです。読み飛ばせるところがないぐらい濃い本なので、ぜひ熟読していただいてですね、この推奨ワーク実行してみてください。まとめということで、この言葉で締めたいと思います。何も考えずに当たり前ばかりをやってる学校教育が、自分の頭で考えずに何でも人のせいにする大人を作る。この言葉は本の裏側の帯に書かれたメッセージなんですね。当たり前をやること自体は悪いことじゃないじゃないですか。ですけども、それをやってることによって生徒の成長の機会を奪っている、そういう場面がないだろうか。これは私たちビジネスマンにとって何も考えずにやってる仕組みとか業界の習慣とか慣例とかルール、しきたり、そういったものが業界の優秀な人材を減らしている、何でも人のせいにする人材ばかりを作っている。それは会社単位でも問題ですし、業界単位でも問題かもしれません。業界の当たり前を疑う、会社の当たり前を疑う、そして大胆を示していく、新しいモデルを構築していく、そういった人が一人でも増えることを願って、このまとめとさせていただきます。最後に、チーム大学では組織や悩むビジネスマンを対象に、成果の上げ方やチームの作り方、ビジネスに役立つ書評などをお送りしております。チャンネル登録、ツイッターフォロー、いいねボタン、コメントどうぞよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。